どうも皆さんこんにちは、森です。今回はですね、ダイクトベルドロープレイブというゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、火事が起きているホテルから脱出する脱出ゲームとなっています。よかったらね、皆さん僕と一緒に考えながら遊んでいきましょう。さて、やっていきましょう。レッツゴー。これもう始まってるんかな。なんか火の感じ適当すぎないか。てか、おい、ここで火起きてたら俺やばくない？大丈夫？これもう動いていいの？これは俺、もういつ動い、おお、びっくりした。なんだ、なんか触れたぞ。あ、別に動く感じじゃないんだ。なるほどね。そういう感じ。俺これ操作できるんかと思ったら操作できないんだ。ここからなんかをヒントを得てなんか行くってことか。でもさ、ここまで火来てたらちょっと諦めようかなって思うよね、マジで。この火はやばいでしょ。こんな特大の火、マジでキャンプファイヤーじゃん、もう。じゃあ一応一旦見てみるか。なんだろうこれ。あ、明かりがついた。明かりがついて横とかにも行けるんだ。なるほどね。まあどうせだったら隣の家も部屋も見てくるか。なるほどね。これは冷蔵庫かな、多分。なんか物とかをゲットできたりするのかな。なんかゲットできたな。あ、バケツをゲットしたんだ。あ、わかった。火事がかるから、そこに水を入れてバケツでやるってことじゃないかな。なんだこれ。なんか、暗証番号みたいに出てきたぞ。なんか入れてるのかな。お財布とか入れてるんかね。なるほどね。ここ鍵がないからいけないと。はいはい。ここは？あ、鍵あった。あ、もうすぐ見つかった。で、これは？なんかあったぞ。カードキー。カードキーがさ、まずちょっと待って、ちょっと待って、カードキーさ、ここの枕のさ、ここの間に入れることある？そんなことある？まださ、ここら辺にさ、カードキーが置いてあるとかさ、床に間違って置いちゃったとかならわかるけどさ、枕の間にカードキーあることある？他は特には触れなそうだね。で、これ、あ、まずあれだ、ここで鍵を使うんじゃない？ここで鍵ってどうやって使うんだ？ OK、使えるだね。なるほど、ここで、水を出すんじゃないかなって思ったんだけど、水出せない？あ、ここか。OK、OK、OK。これで、バケツに水を入れるんじゃない？あ、ここの、サドルみたいなやつがないんだ。サドルじゃねえ。なんだっけ？忘れたわ。これがないんだ。ここじゃダメなの？ここの水使っちゃダメなのかな？使っちゃダメなんかな？あ、トイレも見れると。なるほどね。トイレも特に何もなさそうじゃないかな。お！なんで捨ててある？捨てるな、そんなもの。なんでこれ捨てる？絶対に捨てちゃダメでしょ。まずこれ捨てられないんじゃない？ここに。大丈夫？絶対ここに捨てられないって。燃やすゴミで捨てようとしてんだろ、こいつ。ダメだよ。で、ここを蛇口をつけると。ここに。よいしょ。あ、なるほどね。水溜まんの早。で、これでバケツで水を汲むっていうことか。なるほど、なるほど。で、これでもうここは OK だから、あ、戻るんだ。なるほど。で、ここに、あれじゃない？バケツの水やるんじゃない？オーケー！やった、いけたぜ。なんだこれ？燃えちゃってるってことか。あ、で、これカードキー使って、あれ？いけない？なんで？なにこれ？202番。なんで出れないの？外。これ内側からさ、鍵かけられてるってこと？ロックってことは。は？おい！内側から鍵かける必要あるか？ないだろ。でもここら辺も特に何もなさそうなんだよね。ここが202号室っていうのは分かったんだけど、他何かしらがあるのかな。ちょっと見てみるか。あ、分かった。ここで202じゃない。はいはい、なるほどね。了解了解。ここで鍵を使うんだ。で、ここ開くんだ。なるほどね。絶対に中側から鍵いらん。で、これは消火器使うんじゃない。なんかカードがないと。はいはい、分かりましたと。ここまで近づけるんだね。なるほど。ここが203番号室。ここはカード使えない？あ、使えた、使えた。なるほど。ここでなんか、1、1。なんだろ、これ。なんかで使うんかな？まあ、特にはなさそう。なんだこれ。なんかゲットしたな。トイレットペーパーかな？黄色なんだね。なんか変わってるね。あ、なんかあったぞ。電池をゲットした。これ電池か？あ、なんだ、トイレットペーパーが、の黄色いやつだと思った。なるほどね。ここには特にはなさそうだね。あったわ。出た。なんでこんなとこに隠してんだよ。もう 100% 見つかる気ないだろ。ここがいまいちわかんないんだよね。これ何なんだろう。これ何に使うんだろう。
あーわかった、これ紫緑赤ってあるじゃん、これの色なんじゃない、紫が、じゃあ緑か、 1,2,3,4,5 緑が5、緑が5で紫が 1,2,3,4,5,6,7 紫が 1,2,7,7 OK で赤が 1,2,3,4 シニが8個で、ここが8、あー来ましたと。なるほどね、これで開いてこん中に入れるんじゃない、4個必要なんだ。え、もう一つどこにある、まあ、多分ここら辺か。まあ、適当にクリックしていくか。え、使えたわ、なんか。で、これで戻って、ここに行って、使うんじゃない、で、ここで、ここもカードがないんだ。この中に鍵なんでだから冷蔵庫の中に鍵あんの、謎すぎるんだけど。で、ここで、なんだこれ、どういうこと、さっきと違う部屋だ。なんかよくわかんねえな。まあ、ここも一旦いろんなところ見てみるか。なんだこれ、サイコロの数字みたい。多いけどね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 個あるけど。他は？これ9じゃない？違うね。ここも鍵がかかってると。んー、なんだこれ。3個。顔かな？目、口とかじゃない。まあ、絶対違うだろうけど。はいはいはい、なるほどね。1,2,3。これが、1,2,3。で、で、多分さっきのこれが9だよね、確か。これが9か。丸が9。OK。で、他に、うわ、1,2,3,4,5,6。なるほどね。これ結構わかりやすくていいな。OK! で、鍵ゲットしたと。はいはい。ここに鍵使うんじゃない？違うかな？これは違うっぽいね。ここか？じゃあ。ここの鍵ではない。あ、ここか。なるほどね。ここの鍵か。あ、違う。どこの鍵？まだまだ、これはどこの鍵なんだ？これじゃないもんね。あ、ここか！あー、なるほど、ここだよね。で、他には？さっきみたいに水は溜まってて、え？何がある、ここ？なんかある！うわー！英語読めねえんだよな。待って、そういうことか。ちょっと待ってね。これ、数字なんじゃないか。1、2、これなんだっけ？これね、俺数字が苦手なんだよね、海外の文字の。まあ、一体1、2だけ合わせるか。で、多分順番になってるから、うわ、まあ、5かな ?1、2。違う ?5、1。5、1、2。違う。6。あ、できた。なんかよくわからんけど、いけた。この安そうな鍵をゲットして、その鍵はこれか。あ、赤色だもんね。あー、ここでホースをゲットするんだ。で、ここでホースをゲットして、これで、あ、消せるんだ。なるほどね。あれ、蛇口とかなんか何もやんなくていいんだね。てか、ここ、この部屋、頑丈すぎない？全然燃えてないじゃん。ここはなんだ？はいはい、なるほど。ここも何かしらあるんだ。これ絶対関係あるよね。これ何なんだろう。まあ、一旦まだわかんない感じか。お、ホースある！お前、こんくらい足とかでさ、もう割れんだろ、頑張れば。結構燃えてるね。これがいまいちわかんないな。え、今ちょっとさ、ヒント見たんだけどさ、まあちょっと英語で書いてあってよくわかんなくてさ、最後の数字書いてあったじゃん。まあその数字さすがに打ち込んだらね、まあできないよなって、そんな簡単なわけないよなってさ、ちょっと打ってみたんだけど、まさかの一発成功。で、これトンカチゲットしたからここで使ってゲットすんだ。なるほど。ここを壊すんじゃない？どういうことだ？はい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 。ここは特に何もないね。なるほど。ここにも特に、なんだ？タオルゲットしたぞ。タオルをゲット、なんだ？ 3 と7。3と7。なんだこれ。あ、これっぽくない？え、これ見えないんだけど。なんで？ 3 と7。あ、この火が邪魔なんだ。なるほどね。ほうほうほう。なんだろう。ああ、はい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 。なるほどね。3番が1,2,3,4,5,6,7で、ここが2番が6か。で、あと1個探せってことだね。あ、出た。タオルなんなんだろう、これ。ここは特にタオル以外はないか。これなんだ？こっから逃げられねえのかな？さっきの斧みたいなやつで、ここ壊せばいいのに。
皆さんすいません、なんかちょっとよくわかんなくて適当に小番号やってたらゲットしちゃいました。あ、ここ行けるんだ。でもこれで何をするんだ。なんか開いたんだけど。また適当で開いちゃったよ。なんで？おい、やばい。ある意味すごい。ある意味すごいことが起きちゃった。なんかめっちゃ適当で開いてるわ。怖い怖い怖い。俺が怖い怖い。で、ここで？なんで開いたんだろう。謎がマジでわかんないんだけど。あ、いけたいけた。これをゲットして、タオルがこんなあっても、何の意味があるんだろう。4の1。あー、これ何の数字だ？ちょっと待ってね。他は？水を持ってけたりしないのかな？しないっぽいね。これでおしまいかな？これなん？え？え？え？あ、ちょっと待って、もしかしてだけど、俺がさ、なんかマジで適当にやったらさ、カッターゲットしちゃったじゃん。あれでゴールだったのかな、もしかしたら。あれ？ちょっと、あ、これもしかしてもうちょっとなんか謎を見つけて、そこからいろんなことをやって最終的にカッターをゲットできて、カッターを使って外へ逃げるってことだったのかな。結構初っ端にカッターゲットしちゃった。